会社という会社には会社財産がないといけないなってことはこれ分かっております。分かってね、ここに財産がないとダメだよってことよ。はって簡単に言うと、ね、そしてこの財産は誰のもんですかっていうと、はい、佐藤君、誰のもん、会社、これあ株主のもんね。だって株主が金払ってるから、ね、いいよね。はい、そして株主から金をもらってね、金をもらって預かって、で収益、書きませんけど収益費用利益出して頑張って、で利益が純資産にボコンと入るんだから、でそこから配当金もらったりするわけですよ、株主って。ね、この下は PL ですよ、これ BS だから。だから収益費用利益が 出たら借り方にボコンと出るわけだから、その借り方にボコンと出た当期純利益は、ね、BS の貸し方の純資産にボコンと入るわけですから、ね、そしたらボコンと入ったらそこから配当金をもらえるよっていう話ですよ ね、 それね、株式の場合はね、社債の場合は儲かっても儲かんなくても、はい、佐藤君、何だったっけ、何をもらったっけ、一定の何やった、利、何やった、利益、君は銀行に預けたら何がもらえる、あ、利息、利息ね、一定の利息がもらえるわけですよ。額面にクーポン利息をかけた、利率何パーセントってかけたものがもらえるんですよ、一定額、ね、これが社債ですからね、社債ね、はい、だから3級の時にやったように社債の場合は一定の利息がもらえると、元本も保証されると、ね、でも株式の場合は、ね、不特定の配当ももらえる、不特定です、儲かったらいっぱい、儲かなかったら少ない、不特定です、ね、となおかつおだぶずになったら、ね、帰ってこねえよって、願望は、ね、これが違うよって話、産休でしょうしね、ここの違いね、買った方は有価証券でありますけどね、産休の場合は売買目的有価証券で、どっちかでしょう、ね、日給の場合は違いますね、売買目的有価証券と満期保有目的産券って出てくるわけですよ、はい、それは保有目的によってこっち側の話ですけどね、こっち側の話、ね、今日今喋ってるのは発行側の話を喋ってるんですから、発行側、ね、いいですかね、立ち位置をねちゃんとこう考えながら、どっちの立場の話をしてるのかなというのを考えながら、あ、やると仕分けなんかも分かってきますから、ね、あ、これ買った方の社債の話だねとかね、あ、これ発行した方の社債の話だねとかね、いうのが分かってくるんで、ね、これごちゃごちゃにするとわけわかんない。だからそうかね。